はい、今月はどんなニュースが世間を騒がせる今月の世間予報、うん、なんかね、はい、ちょっと懐かしめな気もするんですが、まあ、このコーナーは、今月世間を賑わすニュースこんなことが起こるのではないかということを、うん、まあ、予報しようじゃないかというコーナーでございます。一番ね、先生に負担がでかいという ね、はい、あえて今そこに触れないようにしたのにどうしてプレッシャーかまあまあ行きましょうか、はいはい、でまあ毎月ね2つ3つこうね、こんなことって言ってるわけです、うん、でね、こういうあの個人占いではなくて、はいはい、世間の予想のコツは、はい、抽象的に言えば言うほど当たりますまあまあ、なんかね、うん、暗示的な言葉を言っとくと大体当たるんですねでそういうのは嫌だなと、なるべく具体的にいきたいと思ってます。素晴らしいですね。ノストラダムスの予言とか何言ってるか分かんないから当たってるわけなんでね、何でもこう結びつけるというかね。で、まず一つ、今月まあ3つぐらいちょっとピックアップしてみたんですが、はい、一つはですね、羨む犯罪というのが起きますよということでして、羨む犯罪、うん、あの要するに自分もそんなにね、あの嫌な思いしてなく自分は自分でいい思いしてるのに、うん、あいつの方がもっといい思いをしてるとかですね、うん、あいつだけずるいとかですね、そういうことの、まあ、まあ、いさかいであったりとかですね、というですね、それで人のものを奪ってしまうとか、ケチをつけるとか、そういうその、羨む系犯罪というやつがまず起きますよ。ほう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 。これがまず一つ目、ええ、うんうん、あんまり具体的じゃないかいやでも、いっぱい種類ありますからね、犯罪にしても、うん、でもだから それの中のそういうやつですね、はいはい、これがまあ1個目のポイントですよと、はい、で2つ目の方がですね、ええ、うちわもめしてたようなこうグループたち、こう対立する勢力みたいなのがありまして、はいはいはい、でこれがですね、外に共通のでっかい敵ができてしまったために、急に協力するようになると。うん、面白い。これ、まあ、大体政治の世界にありそうな話ですけれども、ね、はい、まあ、あと映画とかでね、そうです、なんかね、共通の敵を、うん、だから国内でこれ揉めてる場合じゃないぞみたいな感じになってですね、とりあえず一遍手組もうかみたいな、そういう動きがどうも出てきそうだと。ほう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 。まあ、これでも逆に昔からその対立するやつをまとめるときって外に共通の敵を作れって大原則なんですよね。これもね、これもねっていうか、これって僕なんかのね漫画で読んで共通の敵を作ったら今日ね敵同士がっていうの言って、なるほどなってすごい僕思った思いました。本宮宏とかじゃなくて、本宮宏じゃなかったですけど絶対あっち系の漫画でなきゃあんだけどさ、まあ、そうなんですね、うん、ね、はい、はいはい、であと3つ目ですね、3つ目はですね、今まで例えば大企業さんとか規模の大きなところが金かけて手間かけてもううちじゃなきゃできないよとか言ってたようなものが意外にお安く下町工場かなんかでできちゃいましたみたいなニュースと、そう、贅沢に、ふんだんにやればいいってもんじゃないよ、意外に簡単にできたんだよみたいなのが、これは多分だから良い方のニュースとして出るんじゃないかなと思うんですよね。たまにありますよね、その大企業じゃなくてちっちゃな町工場でアイデアグッズじゃないけど、うん、それがもう一気に広まるみたいな。そう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 、あるある。そういうのが、まあ、別に企業さんに限ったことではないんですが、はい、それは別のお仕事の部分でもですね、はい、そのスケールメリットでっていうか、その数で勝負してたようなところが意外にスモールなところに負けてしまうみたいなことが起きるんではないかなというふうに思っております。なるほど、うん、まあ以上3点なんですね、はい、はい、3月中に起きる出来事、はい、というふうになっておりますので、はい、皆さんも期待してこう新聞見ていてください、はいはい、ありがとうございます。以上です、はい、また明日も見てください。